道はね、終始こんな感じでね、もうずっと歩きやすいですわ。天空の散歩道な。自然の遊歩道やな。ここからはね、試練の登りです。頑張っていきましょう。きついですね。急に登山道になった、はあ、天空の散歩道が試練の道に変わった、はあはあ、剣で出会った素敵な登山パーティーの皆さんにはインタビューしてます。皆さんこんにちは。こんにちは。リーダーは誰ですか？チームリーダーは。どっちかな。はい。皆さんは四国の方ですか？そうです。みんな違います。出身は違う。あ、じゃあニックネームで結構ですのでお名前は。タケです。タケさん。はい。サチさん。ヒロです。ヒロさん。タケ、サチ、ヒロ。はい。ノリです。ノリ。なんかあるかな。いやいや、音さなくていいんです、別に。谷川です。タケ、サチ、ヒロ、ノリ、谷川。はい、はい。もうすぐ忘れそう。皆さん、登山歴はどれぐらいですか？登山歴。一番長い方は？あ、こっちガチ勢。2年ぐらいですね。2年ぐらい。ノリさんは？1ヶ月。1ヶ月で？ガチ勢。ガチ勢やのに。じゃあガチ勢の一番しんどい。じゃあ谷川さんが一番この中ではベテランですか？ベテランですね。じゃあ一番良かった山教えてください。一番、僕鬼ヶ岳が聞いたことない。のりさんは？富士山しか登ったことないです。あ、富士山は 4,5 回登ってます。最高じゃないですか。日本で一番ね、高い山、あれは登るべきですね。ありがとうございます。あ、見る方がいいね。確かに。この5人は皆さんいつも一緒に登られるんですか？あ、知らん人。すいません、なんか勝手に紛れ込んでた。じゃあまた次郎牛登って帰る感じですか？まだあっち行ってない。あっち行って。そうですか。いや、皆さんありがとうございました。じゃあ、ぜひ中野さとしチャンネルご覧になってください。はい、さよなら。さよなら。石山に重装できんねんな。いいなこの道も。次郎牛、ここまでの登りはえぐいです。急にもうロッククライミング並みのシャドウになりました。ちょっともう危険なんでね、カメラは閉まってましたけど。よし、あとはもうこの天空の渡り廊下を渡って次郎牛へ行こう。よいしょ、よいしょ、着いた。いや、着きました次郎牛に。いや、しんどかった。景色最高です。
下りはね気をつけていきます。いやこうやって見ると太郎牛もなかなかのもんやな。こっちが太郎牛、こっちが次郎牛、全然ちゃう山やね。次郎牛はなんかこう渋いね、どっしりしてて派手さはないけど。飲めそうないですよ。あ確かに、あの葉っぱが沈殿してますもん。はあ、はあははあ、Thank you.